タバコの規制に関する世界保健機関枠組み条約は、タバコの使用及びタバコの煙にさらされることの広がりを継続的かつ実質的に減少させるため、定約国が自国において、並びに地域的及び国際的に実施するタバコの規制のための措置についての枠組みを提供することにより、タバコの消費及びタバコの煙にさらされることが健康、社会、 環境及び経済に及ぼす破壊的な影響から現在及び将来の世代を保護することを目的とした条約である。日本での通称はタバコ規制枠組条約またはタバコ規制枠組条約。2003年5月21日に世界保健機関第56回総会で全会一致で採択され2005年2月27日に発効した。 定約国は、タバコ消費の削減に向けて、広告、販売への規制、密輸対策が求められる。公衆衛生分野で、初の国際条約である。2009年末までに168カ国が、条約に調印した。タバコの広告や、販売促進などを全面的に禁止し、規制の実施措置を取るよう求められ。 未成年者への購入防止策、タバコ税の引き上げ、誤った印象を与える販売方法の制限は、各国の自主判断に任される。条約第8条は、タバコの煙にさらされることからの保護を求めている。日本は、禁煙政策において、最低水準である。フィリピンにおけるタバコ製品の放送。本条約11条は、 誤った印象を与える用語を用いないために、ライトといった用語の取り扱いを含めることができ、その放送において大きく明瞭で判読可能な警告を付し、面積の50%以上を占めるべきで30%を下回ることなく、また写真や絵を使うことができるとしている。フランスでも同様の写真を用いた放送である。背景として、資金力のある、 多国籍企業が発展途上国へ販売するようになり、急速にタバコの使用が広まった。世界保健機関は1948年より、すべての人々が可能な最高水準の健康に到達することという検証を掲げており、1973年には、風の権限を利用したタバコ規制のアイデアが初めて提示され、1993年には、アメリカの法学者、 ルース・マーレーが国際法を用いた規制開発のキャンペーンを開発した。1999年にはタバコ産業の内部文書によって風を最大の敵とみなし規制のための取り組みを妨害する目的で動いてきたことも明らかとなった。1999年には条約の起草政府観光省の開始が決定され2001年の 世界保健総会で条約が可決し、定約国の参加、2003年に世界保健機関枠組条約発行へと至った。本条約は、40番目の批准書、受諾書、承諾書、正式確認書、または加入書が帰宅されてから90日後に効力を発生することとされている。2004年11月29日に、定約国数が、 条約の発行要件である40カ国に達したため、同日の90日後となる2005年2月27日に、効力を生ずることとなった。インドネシアは非、非加盟。全文、本文及び末文からなる。成文は、アラビア語、中国語、英語、フランス語、ロシア語、スペイン語の6カ国語。日本語訳の条文は、国会の承認後に、 官報で交付されたほか、外務省の公式ウェブサイトで公開されている。本条約におけるタバコ製品とは、第一条の用語に規定されており、ハタバコからなるもののことである。定約国は、条約の発行から3年以内に、健康被害が少ないと誤解を与えかねない表示を、しない、放送面積の3割以上を用いて、 健康被害の警告表示の掲載を求める、その他、発行後5年以内に、タバコの広告や、販売促進などを全面的に禁止し、規制の実施措置を取るよう求められ、法律の整備を行って、未成年者の自動販売機による、タバコ購入を防ぐことも要求される。タバコに対する課税率引上げの要件等、マイルド、ライトなどの表示規制は、 各国の自主判断に任される。また、条約第8条では、タバコの煙にさらされることからの保護を求めており、具体的な指針として、タバコの煙にさらされることからの保護に関するガイドラインが定められている。2006年2月6日から17日まで、ジュネーブにおいて締結国110カ国の代表、オブザーバーの参加により開催。締結国会議の開催頻度や、 評決方式、オブザーバー等の手続き規則を定めるとともに、条約事務局を設置及び機能の決定等が話し合われた。2007年6月30日から7月6日まで、タイバン国において定約国128カ国の代表、オブザーバー、国際機関及び NGO から約800名の参加を得て開催。 タバコの煙にさらされることからの保護に関するガイドラインがコンセンサスで採択されるとともに議定書及び各ガイドライン策定のスケジュールやワーキンググループの設置等が話し合われた2008年11月17日から22日南アフリカダーバンで締結国130カ国の代表及びオブザーバーが参加し開催されたタバコ産業の広告 反則の全面禁止のみならず、研究助成や人道支援を含む社会的活動の全面規制を求める厳しい内容が織り込まれ、さらにタバコの放送、ラベルなどに対して新たなガイドラインが追加された。2010年11月15から20日に南米、ウルグアイで開催。タバコへの添加物を禁止するガイドライン、教育、伝達、トレーニング及び一般に。 タバコの害について知らせるガイドライン、禁煙、治療についてのガイドラインが採択された。批准後にタバコのパッケージの外側に警告文を大きく掲載し、飲食店などに喫煙席と禁煙席の分離を要請し、2008年には自動販売機にタスポを導入した。日本は禁煙政策において最低水準にあると評価されている。 2020年東京オリンピックに向けて国際オリンピック委員会も支持する公共空間での禁煙はタバコ族議員からの激しい異議の申し立てにより中途半端な状態である。コンビニエンスストアでは看板に大きくタバコと表示しており、また店内でもレジ脇やレジ後方の目立つ場所にパッケージを並べており、これらが FCTC 第13条に違反しているのでは との指摘もある。ありがとうございます。